今からブラボー橋本のショーパブネタをね、一人で、先ほどね、師匠のヘイタクちゃんさんと二人で歌ったんですけど、今回一人で、行っていきますので、よろしくお願いいたします。ガモールと言ったらね、もうあの方でございます。まず最初は、サッカー日本代表、長友佑都選手の登場でーす。全力だね、全力。リゴトミ、これはいいですね、綺麗のあるスタート。セイケン、スコートキッズ。はい、オッケー、スコートキッズ、オッケー。浜田、ブリトニー、チアマンです。あ、はい、じゃあブリトニー、チアマン、ありがとうございます。ありがたいね。改めまして、サッカー日本代表のちょっとちっちゃな長友佑都です。よろしくお願いします。ありがとうございます。ゴールラもよろしく、大京さんもよろしく。はい、いろんなとこにね。さっきカレー食べてた人すいませんね、本当にね、まあ、ちょっとね、あの不適切な発言もありましたけど、美味しい、美味しいんでね、しょうがない、美味しいです。あのケトン体入ってますんで、皆さんね、ケトン体が入ってる。一人5杯食べてくださいね。そんなに。今日来てくださって皆さんが僕にとってのアモーレです、アモーレ。よいしょ。もうこれ8年前なんですけどね、はい、まだ全然使えますね。そうね、8年経つか。はい、ということで、じゃあ早速なんですけども、はい、長友選手のちょっとマニアックなものまで行かせていただきます。行きましょう。アジアカップでとんでもなく吹かしてしまった時の長友選手。思いっきり吹かしてる、ナイスシュー。4人目で吹かしてましたから、向こうの方に、うん、でこうやってました。なるほど、飛んだなーっつって、これ迷子のモノマネしてましたね。改めましてブラボー橋本です。よろしくお願いします。すいませんね、あ、いろいろ持ってきた。今日あのしっかりとね、あの一発目のネタは、はい、まあ、ちょっと僕も楽しみたかったということで、まあ、渋谷で火事ね、いろいろありましたね。はいはい、もうで、あの近くにね、オリソバ劇場もありますんで。そう、新店舗割と近いですよね。そう、新店舗近いんですし、美味しいですからね。ぜひとも、はい、あのしっかり水道も通ってますんで、まあ当たり前ですよ、申し訳ございませんね。じゃあね、皆さんに分かりやすいものまでをどんどんやっていきたいと思いますので。あ、大事大事。ディズニー知ってるよとか出ます。ディズニー知ってるよ。知ってるだろ。あ、知ってるかな。好きだよだろ。なんで知ってるよなんて。ディズニー知ってる、みんな知ってるよ。あ、大丈夫大丈夫。知ってる。じゃあディズニーのね、はい、あのおもちゃのね、トイストーリーって知ってる。あ、もう名作じゃないですか。みんな知ってる、トイストーリー。あ、知ってるかな、うん、あれね、うん、ディズニーランド行くと所ジョージさんの声変わってんの、あれなんかやだよ。あ、そうなんだ。そうなんだ。あら、違和感があるんですけど。権利の都合ですかね、いろんな、はい、あの、ディズニーのトイストーリーの、まあ、あの、そのキャラクターをいっぱいやっていきたいと思います。お、いいですね。はい、ぜひとも行きましょう。はい、ディズニーのトイストーリーズミュージックスタート。まずは、ウッディの走り方。あ、こんな感じ、こんな感じ。バズ！俺がついてるぜ。歌ってるのはカラスとシェフじゃなくてダイヤモンド以外だよ。君のこの座れた営業でよくやるよ。以上です。最後リトルフィニッシュだったな。ありがとうございます。ありがとうございます。絶対に訴えたりとかしないでくださいね。いないからディズニー関係者いないはず。大丈夫だ。ディズニーとジャニーズはもう崩壊したけど怖いんだ。いやいや、さあ、じゃあいろんなね、芸人さんのモノマネも。あ、芸人さんのモノマネも得意ですからね。はいはい、いろんな芸人さん登場しますんで、まずはこの方行きましょう。ミュージックスタート。ありがとうございます。爆笑問題の太田さんと田中さんの漫才のやりとり。ボーイ、プシ、お前
よりしてやろうか、助けてくれ。改めまして、遅刻が多いんで解散します。それ和牛だろうがよ、今もうピックアップされてるけども後輩ついてんじゃねえよ。この後は田代正史が登場します。来るわけねえだろ。ぶわちょっとカミさんがちょっと見てるんで。はい、どうぞ。ございます。酒気は寂しいな。奥さんにはやっぱり頭が上がないからね。じゃあ続いてこの後行きましょう。ミュージックスタート。はい、どうもラーメンつけ麺も食いけ麺を消スタッフースタッフー。それでは聞いてください。狩野英孝で翼をください。この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ。 Fly away 悲しみのない自由な空へ。翼、肩向かせオッケー、以上です。バロー、季節語でね、季節語でよく見るシーンですね。おー、はい、ギター弾けたら最高なんです。そうね、ギター弾けたらなおのこと。さあ続いて、じゃあ誰でもモノマネできる今話題の方いきましょう。おミュージックスタート。和牛川西さんの萌えは見方。もういいわ、以上です。まあこれもね、ちょっと見れなくなると思ったら寂しいですね、これね。もういいわ、食べるね。これね、3次会で受けますんでよかったら。3次会なんだ。もうさあ、大先輩も今日来てるんで。あ、大先輩、大先輩呼ばましょう。ミュージックスタート。誰だ、なんかしね、音楽的にちょっとそういう関西の感じなのかな。全くわからないですね、今のヒントがない。誰だろう。どうも、スッチーでございます。スッチーでございます。はい、アメちゃんあげたの。はい、アメちゃんあげたの。ピッキーズの頃ね。はい、アメちゃんあげたの。ピッキーズの頃、誰がわかんのこれ。はい、カラーだけど、アメちゃんあげたの。ピッキーズわかる人だいぶ。アメちゃん欲しいの、このままあげたの。いや、すごいな。カレー食うとるやないか。すごいサービス。カレー食うとるやないか、そんなことより、うん、ありがとうね、ほんまにもう、うん、今日相方いないんで一人で乳首取りにします。あー、そうそうそう、このくだりがね、一人ですな。はい、以上でございます。そうね、じゃあこんな感じでいろんな有名人にどんどん変わっていきます。いいですね。はい、モノマネで似てるところは皆さんでね、つまんで持って帰ってください。そうそう、いろいろ出ますからね。それでは行きましょう。ミュージックスタート。So baby,誰だこれ。まずは歌姫、青山テルマ。Thank you。 初期の頃、もっと違う感じ。ほら、これは愛を伝えられたらいい。そう願う。ヒゲダンリズムのギター。わかる方だけで結構です。絶対人の番ないよね。あ、すごいすごい。キングオブコント2021王者、空気階段の塊。信じてくれ、キングコント優勝する誰も話題取りたいってくれ。なんて言ってもほぼ聞こえないっていいですね。今3番バッターかな。そうですか、ね、女子プロテニス大坂なおみ。おスマッシュタッポでベースを作るぜ。以上でございます。怒涛だったね、すごいマイク割れるな。怒涛だったね。
信おめでとうございます。おめでとうございます。おめでたい。さあ、続いて動きでいろんな有名人の動きものまねもお届けしますね。そう、これがブラボー君のね、あの見どころでね、動きもすごい機敏なんですよ。そうなんです、動きだけでお届けします。そう、今ちょっと靴紐を結ぶ半分、そうそうそう、結びましょう、これ一旦ね。はい、まあ、動きのまねで何だったらね、結構世に出てますからね。そう、行きましょう、行きましょう。ミュージック動きものまねスタート。まずはテンションの高いトンネルズ、木梨憲武。ノーマンフッキーさんからいただいてもいいですか。いただきましょう、モノマネ Z コースター。それはいただこう。はい、じゃあ最後に、最後歌モノマネ締めましょう。歌モノマネあんまイメージないね。そうね、頑張りましたんで。あら、じゃあちょっと聞きましょう。あの実はね、はい、有名人に一番最初に会ったっていうの皆さん覚えてます？この有名人に一番最初に出会った時期。僕はあの中学校の時に、はいはい、V6 の岡田くんと三宅くんが一番最初に会ったんですよ。どこで？あの学校行こうの未成年の主張に実は出たことがあって。懐かしい、あの屋上から叫ぶやつね。そうです、そうです、はいはいはい、そこで岡田監督じゃねえ、岡田監督は阪神だからね。岡田監督はサッカー日本代表です。岡田さんに、君ちびのりなに似てるねって言われたことあって。あ、岡田准一さんに。そう、そこからね、ちびのりなのモノマネをして細かすぎて言ったんだけど落とされましたね。なるほど、何もいい思い出はないんですけども、まあ、ただ本人に会ったって、ね、そう、本人に会ったんで今日はね、まあ、解散しちゃったけど、はい、V6 のメンバーがあらちょっとちらほらいるんじゃねえかっていう話聞きました。それ貴重ですよ、皆さんご期待ください。世代的にもみんな知ってるんじゃないかなと思う。 V6 さんも皆さんね、ただね、はい、絶対に食器とか投げないようにいいですね。食器とかなんか怖いな、うわっ投げないように。なるほど、投げるとこあるからね、結構飛ぶからね今の食器。わかりました、それを踏まえてちょっと見てみましょうか。あの薄めで見る感じ。なるほど、薄めで見る感じ、まあ、ただなんとなく雰囲気似てるって感じですね。そうそうそう、雰囲気似てる感じ。はい、わかりました。これなかなかね、そのね、旧ジャニーズのメンバーやるのはなかなか難易度高い。そうですよ、もう揃いませんからね。そう、行きましょう。ミュージックスタート。見せる時間も一瞬なんだ。皆さん、まばたきできないですね、これね。知らなかったんで、一瞬間も。V6 より、ちょっとちっちゃな岡田くん。明けが大地を続いてる、僕らは今を生きてる。学校行こう。見えないよ。なんで銃で撃つ必要があるの。テロリストはいるぞ。銃関係なくない。マスターズで受付のお兄さんにやめてよ。ジャニーさん、わなてが手を振って、いやいや、愛を抱き締めていた。やばいやばい、
宅の時一番音割れてましたね。ありがとうございました。